助けに来るならガソリンの量くらい確認してから来い。しょうがないでしょ、急いで出てきたんだから。携帯はどうした？おちょこちょい。電池切れの携帯、有金67セント。挙句の果てはハイウェイのど真ん中で野垂れ死に寸前のあんたに言われたくないわよ。しょうがないだろう。昔の知り合いに似た人間を見つけて慌てて追いかけたんだ。昔の知り合い？ああ、なんだ、私の言ったことを気にして飛び出していったわけじゃないんだ。ああ、あって何の話だ？え、あ、いや、その全部忘れるって。そのことか。な、そのことかって簡単に言わないでよ。私にとっては重要なことなのよ。重要？だからその言ったでしょ、もう一個変な夢を見るって。それがどうしても引っかかるっていうか、夢にしてはリアリティがありすぎるっていうか。事実だ。は？だから事実だ、俺にとっては。だから何が？別の世界線で俺はお前のことを好きだと言った。いや、俺はお前が好きだ。お前はどうなのだ？卑怯よ。あんたは別の世界線で私と長い時間を過ごしたかもしれないけど、私にとって別の世界線での出来事は夢のようなもの。だから混乱しているの。俺はリーディングシュタイナーの力を持っている。全ての世界線の記憶を持っているんだ。そんな俺だからこそわかる。お前と共にいた3週間、いや、それよりもずっとずっと長い時間、お前と共にいた俺だからこそわかるんだ。どの世界線のどの時間どの場所にいようとも、俺はお前が好きだった。改めて言う、マキセ・クリス、俺はお前が好きだ。お前はどうなんだ、今この時この瞬間、お前は俺のことをどう思っているんだ？私は知りたいのか？閉じろ。